舞鶴市立図書館は、舞鶴市の公共図書館の総称。舞鶴市は東西に市街地が分かれており、東舞鶴に東図書館、西舞鶴に西図書館がそれぞれ設置されている。東図書館の文館として、中舞鶴にある中総合会館に、中文館が東舞鶴駅南側の南公民館に、南文館が設置されている。西図書館の文館として、 旧家佐町の舞鶴市役所傘分室に傘分館が設置されている。資料は誰でも無料で自由に閲覧、視聴できるが貸し出しの場合は貸出し券が必要となる。貸出し券は舞鶴市の居住者、舞鶴市への通勤、通学者であれば無料で作ることができる。申請の際は運転免許証、健康保険証などの住所。 氏名の確認可能な身分証明書を提示する必要がある。貸し出し冊数は合計6冊までで、貸し出し期間は2週間である。返却期間内で予約がない場合は、1回に限り貸し出しを延長することができる。インターネット予約インターネット予約サービスを導入しており、インターネット上及び市内十一箇所の公共施設に設置された情報端末から、図書の検索、 予約が可能である。利用には事前に図書館カウンターでの登録が必要である。近年の来館者数は微増傾向にある。特に西図書館の来館者が継続的に増加している。ありがとうございます。